宅配便を受け取る宅配ロッカーの整備が首都圏で拡大してきた。鉄道駅や商業施設のほか、中和場やコインランドリーなど設置場所も多様化。人手不足が深刻な宅配業界の再配達の負担を軽減するとともに、利用者が帰宅途中や買い物のついでに荷物を受け取れるなど利便性を高めるのが狙いだ。小田急電鉄は10月末時点で、代々木上原や茂城学園前、 向井家岡遊園など8駅で設置済み。年内には大和や肌野など16駅にも導入し、対象駅は。